今年は県内の紅葉の名所で色づきが遅くなっていて、椿岡宮城も例年より遅れて今月中旬から木々が秋色へと衣替えを始めました。一の鳥居の周辺では赤く染まり始めたもみじと鮮やかな黄色のイチョウが七五三詣などで訪れた参拝客らを出迎えています。神社の境内を奥に進むと共に紅葉も進んでいて、雲一つない青空と穏やかな日差しを受けた川沿いのイチョウ並木や真っ赤に色づき始めたもみじが所々にあり、紅葉は来月上旬まで楽しめるということです。